チャプター17、ギルドの仲間たち。おう。あ、親方様の、あ、来てるー。プクリンのギルドだ、ランタン。相変わらず主張強いな。なんか随分久しぶりな気がするな。いや、確かに。でも、う、あ、いざ来てみるとなんか入りづらいよな。夏休み明け教室入るの恥ずかしいみたいな。だって、オイラたち突然いなくなっちゃったわけだし、いきなりただいまって入っていくのもなんか恥ずかしいような。確かに間に一回スペシャルエピソード挟んだから、すげえ久しぶりな感じあるな。いやー、恥ずかしがってちゃダメだよな。みんなに会って事実をちゃんと話、いや、そうそう、世界の命運かかってるから。よし、オイラが見張り穴の上に乗るな。あ、やっぱりそういう入り方するんだ。ポケモン発見、ポケモン発見。あ、久しぶりの。誰の足型だ、あ、これドゴームが言ってたんだ。ドゴームなんでこの時だけちょっと可愛い口調なの。足型は、この、足型は、あ、おい、どうしたディグだ。気づいたディグだが。応答せよ。ショコビが帰ってきたよ。おい、こら、ディグだ。ん？穴掘ってどこに行く？いつも穴掘ってるだろ。え？だって、あの足型は、あ、チョコビさんなんです！あー、激アツ展開。な、あ、みんないる。なんだってー！なんだって好きだな、みんな。あー、ディグだ、来た！やっぱりチョコビさんだ！ランタンもいまーす。それにランタンさんも帰ってきたよ。ディグダ、久しぶり。なんかディグダが真っ先に、おお、会いに来てくれるのいいな。あ、まあ、なんだろう。あ、開いた。あー、ドコム、あ、みんな来た。わはは、へいへい、ほんとだ。わあ、ランタンたち、わあ、この曲懐かしい。この曲がすげえ久しぶりに感じる。ニコー、お前たち生きてたんだ。守りたい、この笑顔。この曲聴くと帰ってきた感あるな。心配してたんですよ。うう、あ、ビッパ、足はすごい泣いてる。いや、戻ってきたよ。みんな、あ、チョコビも泣いてる。ただいま。まあ、チョコビは泣くわな。あ、ペラップ、ペラップ久しぶり。あ、親方様、おかえり。あ、ただいま。いや、もうなんかチョコビ、ランタン、もうちょっと親方様見る目変わったわ、マジで。あほっ、あほほほほほ、チョコビとランタン、お前たちはきっと悪い夢でも見た。ええー、いや、違うよ。え、いやいや、連れてかれるとこ見てたでしょ。自分の部屋で休んできなさい。いや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 、ちょっと待ってくれ。いや、マジで待って。オイラたち嘘言ってるわけじゃないぞ。そうだよ。今話したことは全部本当なんだよ。嘘にしては、ディティールが凝りすぎだろ。分かってる分かってる。だいぶお疲れのようだけど、一晩寝れ、おい。ちょっと親方様、なんとかしてくださいよ。違うよ、ペラップ。うん、ほんとなんだってば。全然信じてくんないじゃん。しつこいな、おい、逆ギレしだした。お前たちの話のどこがほんとだと言うんだ。定期的にクソバードになるんだけど。幻の大地なんて、情報屋の私ですら聞いたことがないよ。いや、それはそうでしょ。誰も知らない場所らしいし。大体あの親切なヨノワールさんが、そんなことするわけないだろ。厄介信者になってる。ヨノワールのことはオイラだって信じられなかったし、ショックだったし、いやー、受け入れがたかったよ。チョコビの懸念した通りになってしまってるな、これ。でも、うるさーい。おい、こいつ。
とにかくヨノワールさんが悪者なんて信じられるか。もう逆ギレクソバードとかしてるじゃん。なあ、お前たちだってそう思うだろ。周りに賛同を求めるな。ヨノワールさんが悪者だなんて信じられないよな。世論を操作しようとして。私たちもヨノワールさんのことは尊敬している。お父さんだからやっぱり信じられない。そうなのだろ。だろじゃねえよ。だろ。嬉しそうだな。見ろ、みんなも私と同じ。いやいや、お父さんだけじゃん。お父さん以外の意見も。でも、あ、ひまわり。ん？どうした、ひまわり。よくわからないことがありますわ。おお、どんどん言って、疑問点は。あの時、ヨノワールさんが未来へ帰ろうとしたあの時。うん。あ、回想ね。いや、こう、別れるのは、いや、ほら、めちゃくちゃ、うわぁ、お前たちも一緒に来る。いや、このセリフはどう解釈するんですか。いや、完全に連れてかれたんですけど、ヨノワールに。ペラップさん聞いてましたよね。あの時のヨノワールさんの行動は、どう考えても変でした。ほらー、言ってますよ。そうか。あれはチョコビたちがたまたま誤って時空ホールに落ちたんじゃないの。いや違う違う、お前たちも来るんだって言ってたじゃん。あのセリフは何。いや違う、あの時明らかヨノワールさんがチョコビたちを引きずる。ほら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 、てか手でガッシーいかれてたし。へい、そうだよ。あ、オイラにもそう見えたぜ。あ、チョコビ派が増えてる。確かにあの時は妙だったよな。へいへい、ペラップのとこからよく見えなかったのか。ヨノワールさんはなんでそんなことしたんでげすかね。いや、だから未来でね、俺たちをね、処刑しようとね。もしチョコビさんの言うことが本当なら、ヨノワールさんの行動も辻褄が合いますわ。あ、ほら、そうなんですよ、親方様。ちょっと待って、形勢が悪くなってきた。じゃあ何かい、みんなはチョコビたちの言うことを信じるというのかい。もうペラップとお父さん以外はどうなんだい、みんな。あ、あっしは信じるでゲス。ビッパー、なんだって。ありがとう。じゃあビッパもヨノワールさんが悪者だって思うのかい。さすがビッパ。あっしもヨノワールさんのことは尊敬してたんで。あ、それを言われると辛いでゲスが。でもあっしにとってはそれ以上にランタンやチョコビのことが大切なんでゲス。ビッパー、わあ、ありがとう。だからあっしはランタンたちのこと信じるでゲス。もうビッパの株ずっと上がってるよ。なんとー。どんなリアクション。ビッパー、ヘイ、オイラも信じるぜ、ヘイガニ。いや、ヘイガニはな、なんか鋭いからな。私も、なんといっても大切な仲間ですもの。キマワリ。ヘイガニ、それにキマワリも。キマワリも要所要所で優しい。足も信じるぜ。おー、ドゴーム。僕も、私も、拙僧も信じるでござる。誰？仲間のことが信用できなくて、おい。お父さん。お前さっき、ひえー。ちょっと、お父さんの手のひら、すごい勢いでひっくり返ったんだけど。みんな、ありがとう。いや、ちょっとお父さんだけはあれだけどな。信じてくれて、本当に。え、親方様？いや！あ、どうやら話はまとまったみたいだね。ああ、親方様。つまり？え？みんな友達を信じてくれてよかったよかった。友達友達。じゃあ早速、幻の大地を探しに。あ、マジで？ちょっと待ってくれよ、親方。
お、まだ何か？ん？どうしたの？幻の大地。話はまだまとまってないんじゃないか？ああ、ペラップ？え？わしたちはいいとして、あ、ペラップはまだ納得いて、確かに。一人だけひえーとかなんととか言ってたけど。なんだ、そんなこと？そんなこと。ペラップだったら心配ないよ。え、そうなの？え？ペラップだって納得いってるもんね。え、これ、親方様の圧？え、ちょっと。上からの圧力。ペラップだって本当はチョコビたちのことを信じてたんだもんね。え？ねえ、ペラップ、かっこ圧？じゃないの、これ。ふふ。ふふふふ。笑ってる。ふはははは、なんな？情緒がおかしくなってない？え？なんだ？心配されてるじゃん。どうしたんでしょう。度重なるストレスで精神が。ふっ、さすが親方様。あ、意見変えた。仕方がないな。あー、なんか言ってる。私は最初からランタンたちを信じてたんだ。もう完全に意見変えたじゃん。ほんとかよ。ただ私が最初に信じるって言っちゃうとみんなそれについてきちゃうからな。世論に負けたな。なんだそれは。なんだそれはだけど。ふっ、だからあえて私はお前たちの友情を試してみたのだ。大変だな、ペラップも。マジでゲスか？ここは信じてあげるでゲスよ。でも私は確信していたよ。きっとみんなも仲間を信じるだろうと。親方様多分フォローしてくれたんだろうね、これね。ペラップのことね。あはっ、あはははは。泣きながら笑ってるし。ランタン、そしてチョコビ、親方様、僕は信じるよ。あ、ありがとう親方様。なんたってギルドの仲間だもん。結局ペラップとお父さん以外は賛成だったんだな。みんなも聞いて、今いろいろな場所で時が止まり始めている。お、そしてチョコビの話で僕たちの世界に危機が迫っているのが分かった。おお、親方様、久しぶりに親方様らしい。であれば何とかしなくちゃね。だからここはフクリンのギルドの名にかけてみんなの力を合わせ、おお、そして幻の大地を発見するよ。親方様、頑張ろうね、みんな。ありがとうございます。おお、久しぶりの王だ。ペラップ、お、ペラップ、はい、強制的に賛成になったペラップ。みんな、今から全ての仕事を幻の大地発見にシフトする。あ、また今この世界で起こっていることもみんなに伝えなくてはならない。ああ、なるほど、未来世界のことも。忙しくなるがみんな頑張ってくれ。なるほどね、ギルドでみんなに言うんだね。頑張るさ。あっしはトレジャータウンに行ってみんなに真実を伝えるでゲス。あ、なるほど、僕も一緒に行くよ。時の歯車のこととかアグノムたちにも伝えないと。ああ、そうだね。湖にいるようだったらジュクトルと戦え、確かに。てか、アグノムたちも知らなかったんだよ。へい、じゃあそっちにオイラも行くぜ。おお。では、他はみな、幻の大地の探索に当たってくれ。幻の大地については僕も全く情報がないんだ。ごめんね。あ、親方様でも知らないんだね。でも、もしかしたらコータス長老なら。コータス長老？こうだ、あの温泉にいた人？あのコータス、まだ出番あったの？トレジャータウンに住んでる物知りなじいさんだ。温泉が大好きで、いつもそこに、いたな！やっぱりあのコータスか。温泉に行けば、あ、
コータス長老だったんだ、あれ。ランタン、温泉は確か滝壺の洞窟から行けたはずだ。あ、またあそこの洞窟行くの？水流に流されていくの？行こう温泉に。なんか文字だけ見たら愉快だな。その前に、今日はもう遅いですし、それに、あ、ランタンさんたちお腹も空いたでしょ。あ、もう遅い時間なんだ。え、あ、鳴ってる。お腹が鳴った。言わなくていいよ。ほんとだ、はははははは、あ、笑ってる。今日はご飯を食べてゆっくり休んで、お、明日から頑張りましょう。わあ、久しぶりにギルドでゆっくりできる。またランタンのお腹が鳴った。いや、言わなくていいよ。おい、みんな今の聞いたか？おい、やめろや。ランタンのやつ、チリーンにお腹で返事して、やめろや。いや、何このノリ。ははははははは。あ、ドゴーム親方様、ヘイガニキマワリは全然笑ってない。別にこういうノリが好きじゃない。いや、てか、ドゴームは笑えよ。ドゴームは言い出しっぺだ。あー、ガツガツムシャムシャ言ってる。久しぶりのガツガツムシャムシャ。お、夜になった。あ、ここの部屋も久しぶりだな。なあ、なんかやっと帰ってきたって感じがするよ。久しぶりの修学旅行トークだ。でもみんなオイラたちの話を信じてくれてよかったよな。まあ一部信じてくれなかったけど、オイラちょっと感動しちゃったよ。まあチョコビはすごい心配してたもんな。明日はコータス長老のところに行って話を聞こう。明日からまた頑張ろうな、ランタン。もう頑張ろう。いや、コータス長老まさかまた登場するとはな。次の朝、起きろー。あ、久しぶりの朝だぞー。おいー、この銀玉目覚ましも久しぶりですね。うー、おはよう、ランタン。はい、とじゃあまあ本編結構区切りがいいので、スペシャルエピソードやりますか。本日のキャーね、これあれだよね、多分キマワリが主役のやつだよね。ある夜のギルドで、おう、三つ目のスペシャルエピソード。いや、前二つ全部泣いたからな、今回のも。ねえ、見て、キマワリ、今夜はお月様がとても綺麗よ。すげえ書いてる、キマワリが。日記をしたためている。ん？キマワリ？チリーンとキマワリが同室なんだ。何してるの？あれ？なんか書いてる。キマワリ日記書いてたもんね。キャー！あ、見ないでー！いや、同じ部屋で書かないで。恥ずかしい！いや、恥ずかしがってる。キャー！大騒ぎじゃん。キャー！いや。キャー！いや、わかったよ。どうしたの？ごめんってなるわ。こんな騒がれた。ああ、もしかして、そっか。ひまわり日記をつけ始めたのね。日記書いてたもんな、ひまわり。うん！急に落ち着くの。自分の一日を見直すためにも、私今日から日記をつけることに決めましたわ。一瞬で落ち着いたんだよ。超恥ずかしいんだけど、突然のギャル。でも頑張って書きますわ。ああ、いいじゃない、すごーい、頑張ってね、キマワリ。ここ女子部屋ってことか。私盗み読みとか絶対しないからね。盗み読み？いや、俺一回盗み読みしちゃったけど、そんなの絶対ダメですわ。もし盗み読みなんかされたら、キャー！やでしょうね。やると思ったわ。でもちょっとだけなら、あ、ちょっとだけならいいんだ。いや、ダメ。どっちだ。
やっぱりダメですわ。いや、じゃあ机の上じゃなくてちゃんとしまっといて。恥ずかしいですわ。キャー、めっちゃキャー言うじゃん。あ、本日のキャー始まった。いやもう一生キャー言ってるから、本日のとかある？私キマワリ、親方様の弟子の一匹ですわ。キマワリね。私ギルドでの生活がとても気に入っていますの。お宝大好きだし、キマワリにスポット当たるんだ。修行も楽しいし、ここに来て探検の実力もだいぶついてきたみたいですわ。あー、結構フル株なのか。先日も親方様から突然呼び出されたので、なんだろうと思ってドキドキしながら親方様の部屋に行ってみたら、親方様、なんとお褒めの言葉をいただきました。あ、親方様じきじきにすごく頑張ってるし、探検も上手くなってきたって。キャー、嬉しい。親方様が褒めてくれるの珍しいから、嬉しすぎますわ。でも私自身はまだまだだと思っていますわ。あ、すごい向上心の塊だから、親方様の下でもっともっと修行していたいですわ。意識高いですわ。お、アフィガニ、ギルドの弟子たちも大好き。あ、もうみんな大好きじゃん。一緒にいてすごく楽しいし、みんな大切な仲間ですわ。すごい恵まれてる環境に。とにかくこのギルドで修行できることが私とても嬉しいんですわ。すごい気に入ってんだね。でもそんな仲間に関しては最近悩み事が、悩み事、あ、む、ドゴーム、ど、ドゴーム、え、なに、へ、へん、なんだ、ふん、あ、え、喧嘩してる、え、なに、すごい小学生みたいな喧嘩の仕方してる。悩み事とはこれ、最近ドゴームとうまくいってないんですわ。え、どうしたん、何があったの。というのも前にドゴームと一緒に探検したことがあったんだけど、おう、その時ドゴームったら私の注意も聞かずダンジョンに突っ込むもんだから、ああ、もうあっという間に全滅、全滅したんだ。気がついたら2匹並んで倒れてたんですわ。あ、それで喧嘩してるんだ。もうほんと信じられない。それ以来ドゴームとはすれ違いが続いていて、あー、まあドゴーム側の意見も聞きたいけど、それがちょっと気になってるんだけど仲直りできてないな。でもそれもこれもやっぱりドゴームが悪いんですわ。怒ってる、笑いながら怒る人だ、竹中直人だ。あんなひどい仕打ちしといてドゴームったら謝りもしないし、やっぱり許せないですわ。まあ、ドゴームにもなんか考えがあったんじゃない？プンプン。あんまり怒ってなさそうだね。お、ここにいたのか、キマワリ。お、ペラップ来た。あら、ペラップ。うん。探したぞ。お、なに？相談したいことがあるんだ。なまった。ちょっと来てくれ。お、相談。実はあるお尋ね者が全く捕まらず、我々もほとほと手を焼いている次第なんです。お尋ね者、あ、捕まえてほしいってこと、ひまわりに。こいつがその、あ、ちゃんと紙を持ってる、磁石でくっついてる紙が。あ、ゴーストだ。名前はゴースト。自信のある角度で写ってる。 S ランクの悪党です。あ、 S ランクなんだ。別名不死身のゴーストとも呼ばれているらしいぞ。不死身のゴースト、いや不死身、いやもう死んでるでしょ、不死身も何も。そうです、何回倒してもなぜか平気で起き上がってくるんです。あ、だから不死身なの。まさに不死身の体なんですゴーストは。いや、もう死んでると思うんだけど不死身も何も。
それゆえ我々は逮捕することもできません。不死身の体を持つゴースト、まあ、ある種不死身ではあるのか、幽霊の時点で。それで磁場コイル保安官はギルドから優秀な探検家を派遣してほしいとおっしゃっている。あ、そうなんだ。そして親方様が保安官に推薦したのが、あ、キマワリってことね。キマワリ、お前というわけだ、ちゃん。大丈夫ですわ、ペラップ。お、私一匹で行ってきますわ。キマワリ一匹で捕まえに行くわけね。すまないが、でも頼んだぞ。やっぱ単独での探検はあんましないんだね。ゴーストは今源泉の洞窟を逃走中です。コイルたちの情報では逃げ込んだばかりとのことですので、今から追いかければすぐ追いつくと思われます。源泉の洞窟ね。源泉の洞窟ですね。なんか了解ですわ。卵持って走り回ってるやつがいっぱいいそう。では行ってきますわ、親方様。ニコー、ちょっと待って。あ、まだなんかある。はい、源泉の洞窟は温泉地の近く。あ、そうなんだ。つまり下の方には溶岩が流れていて、え、ゆえに炎タイプのポケモンもいる可能性が高い。あ、キマワリ相性不利ってこと。そしてもう一つ、うん、ゴーストは毒タイプでもある。あ、相性不利。あ、いや、ちょっと相性ですか。いや、じゃあおっかの実とか持たせてあげて。うん、私は草タイプのポケモンだから、炎や毒といったタイプには相性が、てかやっぱポケモン自身もそういうの意識してるもんなんだね、タイプ相性とか。源泉の洞窟に相性の悪いポケモンばかりがいるとも思えないけど、でも注意して戦わないと危険ですわ。危ない場所であるということか。キマワリのことだから大丈夫だとは思うけど、いやでも一応念のためにね。キマワリへの信頼すごいな。はい、ありがとうございます。親方様の頼みですもの。弱気なところなんか見せられませんわ。わあ、大丈夫か、キマワリ。油断しなければ大丈夫、楽勝ですわ。期待に押しつぶされそうになってない？うん、頑張ってね。源泉の洞窟か。はい、よし、源泉の洞窟。あ、ヤジロンがいる、いきなり。おお、最強光線。あ、いった。いや、ダメージでか。ちょっと待って、植え付け。よし、オッケー。ランタンでの植え付け経験がここで生きるとはな。あ、上層部来た。結構短いな、源泉の洞窟。すげえ煙出てる。それなりに来ましたけど、ゴーストはどこにいるのかしら。まだだいぶ先に逃げてるのかしら。不死身のゴースト。おい、あ、お前、あ、話しかけられた。お前今なんと言った。え、もしかして俺様を、俺様のことを探しているのか。え、ゴーストこれ。いや、向こうから来たじゃん。だ、誰でしょう。声はすれども姿が見えず。え、ゴーストじゃないの。ケケケ、あ、俺様が見えんのか。あ、透明になったりできんの。ならば姿を見せてやろう。あ、見せてくれるんだ。あー、ゴーストだ。キャー、びっくりー。わざわざ姿見せてくれたよ。ガハハハハハ、楽しそう。俺様はゴースト。俺様を探しているということは、普通にお前探検家だな。普通に姿現すんだな。逃げてるんじゃなかったの。そうですわ。私の名はキマワリ。あなたを逮捕しに来ましたわ。お互いに名乗るな。戦国武将か。
逮捕だと？ガハハハハハ、笑ってる。ガハハハ、すごい。すごいいい笑顔だな。爽やかな。面白いことを言う。おい、ひまわりとやら。お尋ね者の俺様がなぜお前の前にわざわざ出てきたと思う？あ、ちゃんと分かって出てきたんだ。アホじゃなかった。それは俺様が今まで一度も捕まったことがないからだ。なんかアホじゃない？やっぱアホかも。俺様を捕まえようとした全ての探検家が挫折し、自信をなくしていった。え、どういうこと？挫折？その恐ろしさをお前も味わうがいい。いや、確かに怖いけど、挫折させられる。何？行くぞ。あー、戦うんだ。まあいいだろう。逆に挫折させてやるよ。じゃあサブ。あ、これ正面だけ。はい、サブ。よーし、ネタオッケー。こうなったらあとはこっちのもんだ。ぷぷ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 。よーし、勝った。グオ。いや、弱かったけど。グオー。なんで2回グオー言ったの？あ、倒れた。ペヒョって言って倒れた。ふう、なんとか倒せましたわ。しかしゴーストっていろいろ言う割には大したことなかったですわね。え、でも不死身なんでしょ？え、大丈夫？ピクリともしない。気絶しているようですわ。え、そんな近寄って大丈夫か？それじゃあ早速逮捕逮捕。あ、キャー、光った。え、眩しい。何も見えないですわ。にっこりにっこりまなこでも見えない。キャー、復活してる。どうして。え、さっき確かに倒したはずなのに、一回白くなったぞ。どうしていつの間にか元気な、あれこれ。ガハハハハハハ。いや、まあ言わないでおくか。見たか、俺様を倒すことは不可能だ。楽しそうに笑ってるし。なぜなら俺様の体は不死身だからな。いや、ちょっともう予想ついたけど俺は。ガハハハハハハハ。不死身の体ですって？まあ、ネタバラシされるまでは黙っておこう。そういえばあの時、うん、ああー、そう、あ、これ忘れてた。この会話を今思い出したのか、キマワリ。不死身のゴースト。そうね。クいくらダメージを食らおうが、俺様は痛くも痒くもねえ。いや、でも一回倒れてたけど。それに比べてお前たちは戦いのダメージが溜まっていく。そのうち疲れ果て、先に倒れてしまうのは、あ、捕まえに来たお前たち。なるほどね。探検家の方なんだ。それで今までずっと逃げてきたってこと？う、わかったか。俺様を捕まえることは不可能なのだ。でも気絶した瞬間縛ったら、お前も諦めるんだな。それじゃあダメなのか。あー、逃げていった。え、反撃はされないんだ。決まり。キャー、あ、ムカついてる。悔しい。あ、笑いながら怒ってる。こんなことで諦めてなるものですか。あー、逆に火がついてる。後追って今度こそ絶対逮捕しますわ。諦めなかった、キマワリは。挫折しなかった。でもどうして不死身なんでしょう。いや、それね、まあ、いや、まあ、あ、なるほど、源泉の洞窟はまだ続くんだな。おら、プププププ、よし、オッケー。ウゴ、またやってやったぞ。ガー、実力の差は歴然。また倒れた。いや、もうすぐ縛って。なんとか倒しましたけど、いや、もう多分すぐ縛った方がいいよこれ。
でも、ああ、また光った。キャー、また同じだ、これ。ああ、復活してる。また、いや、この光が怪しすぎるって、マジで。倒したはずなのに、ガハハハハ。てか、よく見たら、瞳で笑ってるな、ゴースト。ガハハハ。まぶたで笑うタイプじゃん。瞳で笑うタイプ。何度倒しても無駄だ。俺様は不死身なのだ。本当に？うぅ、ひまわり。どうして？どうしてでしょう？挫折しかけている。どうしてゴーストは倒してもいつも元気でいられるんでしょう？いや、これ。あおあおあ、え、なに？あ、マグマックだ。え、なんかかっこいい演出でマグマックが。わわあ、なんですの？地面から湧いて出たぞ。え、寄ってくる。そいつらはマグマック。いや、知ってる。お前がまた追ってくるかもしれないと思ってな。え、あらかじめ俺様が雇っておいた。あ、雇ったの？このタイプのポケモンだ。この短時間で来てくれたの？炎タイプ。あ、タイプ相性が悪い。あ、ぐるるるるる。え、犬みたい。ガルル、いや、犬じゃん。マグマックってこんな犬みたいに鳴くんだ。ナメクジだと思ってたけど。グハハハハハ。そいつらの炎に焼かれるがいい。え、じゃあな。ああ、帰っていった。あ、逃がしませんわ。え、ああ、消えちゃった。マグマック来た。油断した。あ、油断したの。わあ、キャー、あー、めっちゃ燃えてる。やけどしましたわー。いや、やけどっていうか、デコがすげえ燃えてる。大丈夫？あちちちちちちち、キマーリ、わわわわ、あ、逃げてる逃げてる。ゴー、あ、キャー、あ、わわわ、すごい、なにこれ。あ、グオー、キャー、ガー、キャー、キャー。いや、長いよ。このくだり長いだろ。はあはあ、あ、追い詰められた。ぐるるるる。キャー、もうダメ。あ、助けてー。え、お、あー、あれブキャー。え、ドゴーム来た。ドゴーム。そういえばドゴームと喧嘩してるくだりあったな。うがー、忘れてたわ。ギャー、ギャー、あ、ドゴーム強い。やたら強いぞ。あ、逃げていった。え、助けに来てくれたの？大丈夫か、キマワリ。ドゴーム、え、助か、なんかすごいイケメンムーブしてんだけど、ドゴームが。そうか、よかった。なんでここに。しかし、あんな奴らに遅れを取るなんてお前らしくないな。伏黒恵みたいなこと言うの。まあ、その前に随分ダメージを受けてたみたいだが。あ、そう？その点わしは今来たばかりで元気だからな。あ、初めて見るタイプの笑顔、ドゴームの。ガハハハハハハ。そういう笑顔もできるんだ。でも、ドゴームがどうしてここに？ねえ。え？どうしてって？うん。あ！別に、キマワリが心配で助けに来た。ツンデレ、おい。いや、なんかこの世界ツンデレ多くない？ペラップに頼まれて様子を見に来ただけなんだからね。いや、なんなん、ペラップといい、セレビーといいさ。ペラップに頼まれたからですって？あ、ペラップ。ふん、何よ。え、え、一度ぐらい助けたからって調子に乗らないでね。え、なんで？あれ？怒ってる。な、あ、なんだよその言い方は。ああ、喧嘩になっちゃった、また。ペラップに頼まれたから来たってのは気に食わなかったの？わかったよ、もうやらね。もう二度と助けてやらないからな。ああ、いや、これは確かに。プンプン。あ、いや、あんま怒ってなさそう。あ、帰っちゃった。いや、でも助けに来てくれたことは褒めてあげてもよかったんじゃない？ああ、やっちゃった。あ、やっちゃってる。結局すれ違ったままですわ。
やっぱドゴームの意思で来てほしかったの？本当は嬉しかったのに、本当はお礼を言いたかったのに、なのになぜか素直になれない中学生女子？ああもう、本当自分に嫌気がさ、なんか少女漫画みたいなことしてない？なんだこれ。あの時あ、大丈夫、ついさっきね、助かった。そうか、よかった。うん、この伏黒恵みみたいな時ね。この時、あの時ドゴームはドゴームなりにあんなに気を使ってくれたチャオとか仲良しでありそう。ちょっと待って。何オタクのやつ。ドゴームが言った言葉。ん？ずいぶんダメージを受けていた。うん。その点、わしは今来たばかりで。うん。元気だから。あ、ゴーストのことか？不死身のゴースト。まさか。あ、気づいてる。でも、そう。あ、やっぱそうだよね。いや、これ、替え玉だろ。今までモヤモヤとしたものが繋がったけ、ああ、ドゴームとの会話で繋がってる。やっと分かりましたわ。ゴーストが不死身でいられる。そのからくりが。船は2隻あったってやつだろ。